頭頸部の筋肉モデル血管付きについてです。こちらのモデルは頭部と頸部の筋肉と血管を再現しており、分解やスタンドからの取り外しはできません。右半側と左半側で一部観察できる内容が異なっており、右半側で観察できる特徴的な部位としましては、眼輪筋、前頭筋、顔面横動脈、静脈、線側頭動脈、静脈、自回筋、地下線、胸鎖乳突筋、外形静脈、後頭動脈、後頭静脈などがあります。対して、左半側では、それらのものが、取り除かれており、数尾筋、前頭板間静脈、高速頭板間静脈、高頭板間静脈、側頭筋、線側頭動脈のうち、右半側では隠れていたより深層の部分ですね。顔面動脈、双頸動脈、外頸動脈、内頸動脈、内頸静脈などが観察できます。